浜松市の広報誌「広報浜松」が松本潤さんを表紙に起用したことが注目を集めています。この号では松本さんが徳川家康役として浜松祭りに出演した様子が特集されていました。その結果、6月5日から配布が開始されたこの広報誌は全国からの申し込みが殺到し、わずか10日で32万5千部の在庫が完売したようです。多くの人が松本さんの演技と魅力に魅了されていることがうかがえます。松本潤さんは NHK 大河ドラマ「どうする家康」の撮影において多忙な日々を送っています。彼は認識としての責任を担うために奮闘しており、作品のクオリティを向上させるために監督との相談を重ねながら撮影を進めています。彼の情熱と努力によって期待を超える素晴らしい作品が認められることでしょう。松本潤さんは忙しい日々を送っている中、つかの間の休日に意外な場所で目撃されました。音楽関係者によると、彼は東京ドームで開催されたスノーマンのライブに来ていたそうです。この情報はファンによって明かされ、驚きと喜びが広がりました。松本さんは以前からスノーマンを高く評価しており、彼らの才能に感銘を受けています。彼が出演したバラエティ番組で公開された動画では、スノーマンすごいよと絶賛し、嫉妬する、その言葉は彼らの努力と才能に対する認識を示すものでした。ライブ終了後、スノーマンメンバーの深澤達也さんから松本さんへ連絡があり、彼らは急遽松本さんの自宅に招待されました。深澤さんはメンバーの岩本ひかるさんと阿部亮平さんを深夜に連れて松本さんの家を訪問しました。この訪問には深い意味がありました。3人が松本さんの自宅を訪れたのは、スノーマンの前身グループであるミス・スノーマン時代からのつながりがあり、共に成長し向き合ってきたからです。深澤さんはライブ演出を担当しており、松本さんから学びたいことがたくさんありました。松本さんは過去に深澤さんと共演して、スノーマンに昔からいる連中が全体を支えている感じとコメントしています。そのため彼とは深く関わっており、相談に乗る姿勢を見せてくれたのです。松本潤さんとスノーマンメンバーとの交流はファンにとっても驚きと感動の連続でした。ライブ終了後、深澤達也さんから松本さんへ連絡があり、松本さんは初めて深澤さんを自宅に招待しました。深夜に訪れた深澤さんは岩本ひかるさんと阿部亮平さんを連れていました。彼ら3人はミス・スノーマン時代からの仲間であり、共に成長し取り組んできました。岩本さんはリーダーとしての存在があり、深澤さん、阿部さんはライブ演出を担当しています。松本さんは彼らを自宅で出迎え、熱心に話し合いました。深澤さんが話したかったですと連絡したことから、松本さんとの交流が彼らにとって特別な意味を持っていたことがわかります。この交流はお互いの才能と経験を尊重しつつ、さらなる成長を促す機会となりました。松本さんは演出家としての豊富な知識と経験を惜しみなく伝え、彼らにアドバイスを授けました。松本さんの言葉や補助はとりあえずにとって大変有益であり、彼らの演出に変化が生まれました。特に東京ドームの2階席のファンの視界を考慮し、リフターの利用方法が変更され、ステージの演出にも工夫が加えられました。このような交流はファンにとっても嬉しい面白いことであり、松本潤さんとスノーマンメンバーの絆の深さを感じさせたものでした。松本潤さんは演出塾のようなものを設け、さまざまなメンバーに貴重なアドバイスを授けています。この塾にはセクシーゾーンの菊池風磨さんやジャニーズ WEST の藤井流星さんなどが参加しています。スノーマンのメンバーは今まで参加することはありませんでした。松本さんは嵐の演出でも注目を集め、観客の心を揺さぶるような演出手法を選んできました。特にジャニーズ事務所に所属するアーティストたちが集結するライブイベント、ジャニーズフェスティバルサンキュー2021ハロー2022の総合演出を担当した際には、松本さんもスノーマンの演出にも参加しました。松本さんは自宅を訪れた後輩たちに対して、過去の経験やジャニフェスで感じたことを踏まえ、緻密なアドバイスを送りました。彼らにとっては非常に貴重な機会であり、松本さんから学ぶことができたでしょう。松本さんのアドバイスは、演出装置や特殊効果の使い方だけでなく、重要な信念も伝えられました。彼は、
どこの席であろうが関係なく、ライブに訪れた全ての人に楽しんでもらうことが大切であるという信条を持っています。その結果、ライブの演出に変化が生まれ、2階席のファンがより良い視界を得ることができるような配慮がされました。さらにステージの演出も素晴らしくなり、ファンからの反応も大好評でした。松本潤さんの演出塾とアドバイスはスノーマンの成長に大きく影響しました。2020年12月に配信された合同インタビューで、嵐を超えるグループは出てくるかと聞かれて、二宮和也さんや大野智さんが冗談を交えて出てこないと答えている中、出てくるわとツッコミを入れていた松本さん。自分たちを超えるアイドルグループを演出家として生み出す日が来るのかもしれません。さまざまな視点で活躍する松本さんやその他アイドルグループのさらなる成長や活躍を楽しみにしたいですね。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。